Thank you って言われたら何て言い返す？こんにちは、英語コミュ力テレビの河野ゆう子です。今日のテーマは、Thank you って言われたら何て言い返す？です。日本語だと、ありがとうって言われたらどういたしましての英語版を丁寧さでざっくりと3段階に分けて5分間でお伝えします。Thank you って言われた時、どう返すかっていうのは、日頃から練習しておかないと、急には出てこないんですよ。なので、最後まで見ていただいて、3段階の丁寧さの、どういたしましてにあたる英語をしっかり言えるように復習しておきましょう。まず、ありがとうの話なんですけれど、英語圏の人って日本人に比べて、ありがとうっていうことが多いような気がします。公共交通機関の人に対してだとか、レストランのウェイターさん、ウェイトレスさんに対して、テーブルに料理を運んでもらったり、飲み物を足してもらった時に、Thank you はもちろん言いますけれども、イギリス人だと他に Lovely とか Splendid で素晴らしいっていう意味の言い方をすることがあります。私もコンビニにお会計してセルフレジじゃない時は、もちろん人間に対してはありがとうって言います。で、日本人の多くは黙ってる人が多いんですよね。で、知り合いに感謝するときは、ありがとうっていうより、あ、どうもとか、すみませんっていう人多いです。個人的には、すみませんって言われる、謝られているみたいなので、どうもありがとう、どうもの方が、これもしかして、わざわざ言わなくても分かってよっていう、日本人的な文化なのかなと思ってます。で、英語圏はありがとうっていう人が多いっていう話に戻りますと、それに対する返し言葉もバラエティがいろいろあります。さらに日本語のどういたしましてを直訳した英語ってなかなか見つからなくて、意味的にはそんなに重く取らないで、要は何かやってあげたことに対して相手が負担を感じないように、大したことないですよ系の言い回しが多いような気がします。今日は友達に言うカジュアルな言い方から、職場でのどういたしまして、そして目上の人や上司、役員に対してどういたしましてにあたる英語の表現を見ていきたいと思います。一番カジュアルなどういたしましては英語圏でも国によって違うようですね。アメリカだと That's okay とか That's alright とか Not a big deal っていう言い方をします。どれもそんなのいいよ、大したことないよっていう感じの意味です。あと、お安い御用っていう言い方で、That's a piece of cake。そんなの一切れのケーキだよっていう言い方がありますが、これ日本語の古い言い回しで、朝飯前よっていうのと似てませんか？このケーキの一切れ、A piece of cake ってそれぐらいケーキが日常的なのかもしれませんね。それからオーストラリアだと、No worries とか、Too easy という言い方もあるようです。次に少し改まった職場でのどういたしましてにあたる表現。問題ないよ。No problem. No problem. この No problem は I'm sorry と謝られた時にそんなの問題ないよっていう時にも使います。他にどういたしましてにあたる表現は Not at all. 気にしないで。Never mind. 言わなくていいよ。Don't mention it という言い方もします。個人レベルの感覚なんですけれども、Don't mention it とか Never mind、 頭に否定形が来る表現って目上の人にはあまり使わない気がします。禁止するような命令形に近いからですよね。職場で使う先ほどの Not at all なんですけれども、実はイギリス人の職場に行って Thank you って言って初めてナーラローにあたるイギリス発音を聞いたとき、ノトトーって聞こえたんです。で、それがトトトーに聞こえて、なんか鶏の鳴き声かと思ったんですけれども、アメリカ人だとナーラロー、イギリス人だとノトトーっていう発音もします。では、フォーマルな場面で上司や役員、それから目上の人に対してのどういたしましてにあたる表現ってどんなのがあるでしょうか？どういたしまして歓迎です。You're welcome. で、この You're welcome は、あと2つぐらい、段階を踏んで丁寧にすることができます。You're welcome の次が You're very welcome。それから You're more than welcome っていう言い方もします。
どれを使うかは正解はなくって、その時の自分の気持ちでものすごくありがたいのか、普通よりちょっとありがたいのかで、You're welcome, you're very welcome, you're more than welcome 使い分けたらいいと思います。そして簡単だけれど十分に丁寧なのが、My pleasure, my pleasure。日本語で言うと、喜んでっていう感じでしょうか。今日は以上です。動画が少しでも参考になりましたら、高評価とチャンネル登録お願いします。皆さんのご感想も知りたいので、ぜひコメント欄の記入もお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。そしてもし文法の復習をしながら喋る練習に重きを置いた河野ゆう子のレッスン内容にご興味のある方は、欄外に URL を貼っておきますので、ぜひご覧になってください。それではまたお会いしましょう。